Hey, what's up? キャプテン、トラジローです。今回は、ヒーラーを信用してもらえませんか？タンクとヒーラーの悩みまとめについて解説していきます。今回お話しするテーマはこちら。物理と魔法の違いとは、ヒーラーを信用してください。タンクに主導権はあるのか？やばいタンクを見かけたら、この4つのテーマを元にお話ししていきます。今回も全てに質問をいただいているので、質問を元に話を進めていきます。まず、物理と魔法の違いとは、質問を読み上げます。暗黒騎士の防御バフについて質問です。暗黒騎士には物理系の防御バフ、シャドーウォールなど魔法防御バフ、ダークマインドなどがあると思います。物理は使うタイミングはなんとなくわかるのですが、魔法系の防御バフを使うのが難しいです。例えば敵の A 勝バーが赤なら魔法ではって思って魔法防御バフを使えるのですが、それ以外の敵の攻撃がこれは物理なのか魔法なのかという判別がつきません。 A 勝バーが赤くなくても魔法攻撃の時があるし、どうやってみんな見分けているのでしょうか。最近青魔導士でラーニングの旅に出て、敵の技で物理と思ってたものが魔法攻撃だったりして混乱してきました。スタンやインタージェクトいられない状況として考えていただけると助かります。よろしい、教えてください。現状は知るすべがないっていうのが現状かなと思います。見た目とアクションで判断して、実際使ってみてから軽減されているのかを判断する必要があるので、めちゃくちゃ手間です。でこれ判断できてる人もいるから、なぜって思うことがあると思うんですけど、よくある外部ツールを用いることで判別できているそうです。自分は PS4 なのでこの辺りとは無縁で知ることはできないので、本来の考え方としては自分で発見していくしかないのかなと思います。正直この辺りは運営に分かるようにしてほしいと願うところではあります。 4T の規約には外部ツールは禁止とされているのにもかかわらず、それを知る術が外部ツールしかないという矛盾したこともあるので、この辺りはね、もう何とも言えないっていうのが現状かなと思います。ので見た目と軽減効果ができているのが数字で見るか、経験者のフレンドなどから聞くしかないのかなと思います。もしね、他にもこういった判別法があるよという方はね、コメント欄に書いていただけると助かります。続いて2つ目のテーマ、ヒーラーを信用してください。質問読み上げます。ヒーラーでコンテンツファインダーに突入した時の赤魔のバルケアルに思うところがあり、質問させていただきます。赤魔がダメージを負った時に自分でバルケアルする光景を時々見かけるのですが、そのバルケアル必要かなと思ってしまいます。理由としては以下の通りです。 1. ヒーラーなら基本的にパーティーの HP は監視しているし、赤魔のちょっとしたミスを立て直すくらい手間ですらない。 2. 回復はヒーラーでもできるが、 DPS を出せるのは赤魔だけなので、バルケアルに使う連続魔を攻撃に使ってほしい。 3. ヒーラーとして信用されていないのかなと感じる。もちろんヒーラーに迅速魔がない時のバルレイズや、ヒーラーが倒れており立て直せるのが赤魔だけの状態で緊急避難的にバルケアルしてくれるのは非常に助かります。ただダメージを受けているのが赤魔だけの場合は、もう少しヒーラーを信用してくれてもいいのになぁと感じます。チャットでバルケアルいらないですよと伝えてプレイスタイルの強要だと思われるのも嫌なので、チャットで伝えたりはしていませんが、他の方がどのように感じるのか知りたいので考えを聞かせていただければと思います。これも様々な考え方があるので、今回も自分の考え方を話していくんですけど、客観的に見てこれは質問者さんが正解なのではと思います。そもそもヒーラーがいる以上は回復してくれることがベースにあるので、質問者さんの言う通りに回復しなくても攻撃してもらえる方が結果的に早く倒せるので、回復手間いらずですよってアドバイスするのは全然ありかなと思います。それが強要なのかどうかは運営が判断することですが、個人の意見としてはその人にとっても火力が上がるようになるメリットが大きいことから、ぜひアドバイスとして言ってあげた方がいいと思います。ただ本人がヒーラーの負担を減らそうと善意でやってることもあるかもしれないので、そのあたりは言い方を変えて言う方がいいかもしれません。回復してくれてありがたいのですが、実はヒーラーの回復だけでも十分いけるので、気にせずに攻撃しちゃっても大丈夫ですよくらい言っておけばトラブルなく進められるかもしれません。面倒くさいけど。3つ目、タンクに主導権はあるのか、質問を読み上げます。 ID にて戦闘場所にまで口を出すのはヒーラーとして超権行為。タンクをやってる方の中には敵の集団の中に迷わず突っ込んでいき、巡回などがいてもお構いなしで戦闘中に敵の数が増えていくことを気にもしない方もいらっしゃいます。
ヒーラーの負担があまりにも大きいため、敵の中に突っ込むのではなく引っ張って安全地帯で戦うようにお願いするのは長剣行為でしょうか。こちらもさっきのテーマ同様に全然アドバイス OK かと思います。むしろ言ってあげてってレベルかと思います。明らかにね、進行に支障が出ることがあると思うので、すいませんがちょっとお願いできますかと声かければスムーズにいくかなと思います。それでも無視して突っ込むようであればぶっ殺、除名投票にするしかないのかなと思います。1つ目、やばいタンクを見かけたら。質問読み上げます。セントラジオさん、こんにちは。いつも動画を拝見しております。ありがとうございます。最近むちゃくちゃなタンクばかり遭遇します。例に挙げるとタンクが即床ペロしているので何事かとよく確認したら HP5000 くらいでドマ城に来ていました。パーティーメンバーが装備が壊れているのか聞いても返信なし。その時はやむなく全員退出しました。他にもスタート直後敵1グループだけで床ペロしているので、その時点で何度もワイプ、少しずつの方がいいと提案しても返信もなく、ひたすら突っ込んでいたりなど、必死になってクリアはしましたが、自分を含めヒーラーがため息をついていることも多いです。海外の方の可能性も考え、英文で聞いても返信なし。ペナルティ規約が厳しくなったのをいいことに迷惑行為とも捉えることが多くなっていると感じています。最近質問への意見をまとめていらっしゃるので、トラジオさんのご意見を聞かせていただきたいのと、同じような境遇にあった方がいたら取り上げてみてほしいなと思いました。よろしくお願いします。この手のケース悩む方も多いと思います。結構ね、質問でもね、タンクさんの装備がちょっと揃ってなくて厳しいとか、コメントでも結構ついたりするんで、実際こういうケースは非常に多いパターンかと思います。まずこの間の規約改定の際に、具体的にどういったものが迷惑行為やハラスメント行為、またはプレイスタイルの強要になるのかが掲示されました。これによりアドバイスする側が萎縮してしまって、実際に進行に支障が出るほどのことが起きても言うに言えない状況が起きてしまっているという声はちらほら聞きます。ただ一つ自分の中で押さえてることがあって、規約を何度も見てるんですけど、アドバイスにしても言い方を気をつけて提案するようにする分にはどんどんやってくれっていうふうに捉えています。ただ迷惑行為の線引きが難しくて、装備が揃ってないのは、そもそもタンクはなるべく自分のレベルに近い装備をしないといけないということをただ知らない人かもしれないので、知らないことは迷惑行為につながりにくいと考えられます。なので改善点があり、その人が知らないという状況でアドバイスをするっていうのは至極当然なことなので問題ないことかと思います。たまにある例で聞くんですけど、何でもかんでもアドバイスをうざいと捉えて改善せずに、さらにはプレイスタイルの強要だと通報する人がいるらしいんですけど、自分に非があるのにもかかわらず通報などしていると、逆に通報した側がペナルティを受けることもあるので、一概にもアドバイスする側が悪くなるということはないと思います。基本は改善するためのアドバイスとして、善意を持ってやる以上はどんどん声かけしてもいいのかなとは思います。言葉の壁があることもあるので、その際は改善が見られなければ除名投票するのが手っ取り早いかなと思います。今回このケースはデノミネーション前なので、数字がねもっと極端に低いケースかと思うんですけど、自分のステータスをね、確認してないこともあるとは思うんですけど、ただ、HP の減り具合とか戦闘中確認することは思うので、そのあたりやってない方なのかもしれないし、ちょっとねこのケース本当に原因が何なのかっていうのは分かんないんですけど、ひたすらね返事がないっていうのは、チャット欄は見ていないっていう方も実際いたりするんですけど、たまにこういう方やっぱりいらっしゃいます。クリアしたっていうんで、なんとか疲れながらでもクリアしきったって感じだと思うんですけど、本当に改善の余地なしで、もうどうしようもなければ除名投票するしかないのかなと思いました。はい、ということでね、今回タンクさんとヒーラーさんの悩みということで、自分もねやっぱタンクやってたら悩むこともあるし、ヒーラーやってれば悩むこともあるし、コンテンツファインダーでね、いろんな人と出会う以上は何かしらこういう事態はねもう起きると思って、やっててます。その中でね、逆にそのカオスな状況で、クリアした時は実はこれはこれでやりがいやって楽しいなと思う時もあるんで、そういう風にポジティブに考えればね、いざという時動きやすいのかなと思います。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。